問通告に基づき順次質問をさせていただきます。はじめに生活保護受給者への就労支援プログラムについてお伺いします。本区における生活保護受給者数は平成19年度6204名に対し、平成23年度9606名と5年間で 55% 増加しております。全国的にも高齢化が進む中で、生活に困窮する高齢者の受給者が増加する傾向は当然あるものの、リーマンショック以降の長引くデフレ不況の中で、18歳から64歳という稼働年齢層の方が失職し、生活保護を受給するケースが顕著になってきております。本区における生活保護受給者の中で稼働年齢層の方は平成23年度1456名と全受給者の 15% に上っております。もとより生活保護制度は真に生活に困窮した方々の生活を最低限保障するために法の下で定められたものでありますが、稼働年齢層の中には働く場を失うことにより生きる張り合いをなくし、家庭にこもりがちになり、健康を害する方も少なくありません。健康に支障のない方々にとって働く場があるということ自体が人生に張り合いを持てる大きな要因となっております。先日会派で視察に伺った豊島区では、稼働年齢層の生活保護受給者の急増と個々の抱える課題を解決し、就労につなげるために就労支援プログラムの体系化に取り組み、平成21年度から自立支援担当係を設置、ケースワーカーと就労支援専門員、そして NPO との連携による機能的な支援により、多様な就労形態を取り入れた就労実績と定着率の安定化を図り、生活保護の脱却率が上がるという丁寧かつきめ細やかな取り組みに感動いたしました。本区では就労支援専門員を各支所に1名ずつ配置し、その対応に当たっているとのことですが、各支所平均約95名の対象者への就労支援内容を見てみますと、平成23年度の実績では1人に対する支援回数はなんと月平均約1回程度にとどまっており、とてもきめ細やかな支援とは言い難いものがあります。ここで3点質問いたします。1点目に、各所で就労支援を実施する際、稼働年齢層の中から個々が抱える就労阻害要因を見極め、適切な支援につなげるためには専門職のさらなる拡充が求められます。区の見解を伺います。2点目に、就労阻害要因として未就労期間が長い、就労経験がないなど、まず就労する意欲がない方がおります。現行の支援策では手が届きにくい対象者に対し、就労意欲を喚起する事業を組み込むことが求められます。本区にはすでに産業政策部が NPO と共同して就労意欲を喚起しながら就労につなげる世田谷若者サポートステーションがあります。今後、区は縦割り行政を打破し、町内で福祉政策と産業政策が機能的に連携する仕組みを構築すべきと考えます。区の見解を伺います。3点目に、就労支援の機能強化に向けて就労支援プログラムを確立し、その実行にあたっては自立支援担当を配置すべきと考えます。さらに10月に開設する三軒茶や就労支援サービス拠点との連携を図り、生活保護受給者への世田谷独自の就労支援体制を構築すべきと考えます。区の見解を伺います。次に、公共施設における温暖化対策のさらなる拡充についてお伺いします。 3.11 東日本大震災から間もなく2年目を迎えようとしております。この間、福島原発の事故を受け、原発に頼らないエネルギー政策をいかに進めるかが大きな国民の関心事となっております。昨日、区長は招集挨拶の中で、低炭素社会に向け温室効果ガスを大幅に削減すると言われ、区の率先行動として、公共施設の節電対策では技術革新を踏まえた賢い節電に率先して取り組んでいくと宣言されました。しかし、その中身は区役所第一庁舎の照明機器を高効率のものに更新したということだけで、新たな対策は述べられませんでした。先日、視察に伺った横浜市では、東京大学生産技術研究所との共同研究により、
公共施設の電力の無駄を見える化し、全庁舎で無理なく 15% 以上の節電を達成しているとのことでした。この取り組みは改修工事や設備更新は不要で、各建物ごとに電力の使用量を24時間1分刻みで計測し、無駄な電力使用を見つけ出し、最適な運転に切り替えることで電力契約量を削減、さらに計測したデータをもとに設備の使用頻度を解説することができ、設備の耐久年数の長寿命化、設備更新にあたってはサイズの最適化が図れるなど、省エネを実行しながら設備のファシリティマネジメントにつながるという実証実験結果を得られたということでした。ここで質問いたします。本区においては来年度、公共施設マネジメントの専管組織を設置し、今後膨大な公共施設の更新時期に備えた取り組みを行うことになりますが、公共施設マネジメントの重要な要素に設備の維持コストをいかに削減できるかという視点があります。従来の設備の運転方法は最適化、契約電気量は適正化、その検証をきちんと行い、改善すべき点は今後の公共施設の整備方針に盛り込むべきです。横浜市の手法を視野に、本区として公共施設の温暖化対策とともに設備のファシリティマネジメントに取り組むべきと考えます。区の見解を伺います。次に、人と動物の共生社会の構築に向けた取り組みについて伺います。本区の人と動物との調和の取れた共生に関する条例の第2条第4項に、共生社会の推進は子どもの豊かな情操を育てることに資するものであるという認識のもとに行わなければならないとあります。欧米の研究機関によると、子どもと動物との密接な関わりは他人の感情を理解し、相手の立場に立って考える能力の寛容や他人の利益になることを進んで実践する心の育ちに関連があると発表しております。本区として子どもたちに動物との触れ合う機会を通じた情操教育ができる最適な場として、区立小学校における飼育動物との関わりがあります。しかし残念ながら、各学校の飼育動物の状況を見てみますと、64校中15校で哺乳類や鳥類を全く飼育していないなど、飼育環境に偏りがあるのが現状です。ここで2点質問いたします。1点目に、子どもの情操教育のために区立小学校の飼育動物を通じて命を育む教育を推進できるよう、教育環境の偏りを是正すべきと考えます。区の見解を伺います。2点目に、飼育動物との触れ合い方や健康管理等を適切に学べるよう、学校獣医制度の導入を視野にモデル校を選定し、その効果を検証すべきと考えます。区の見解を伺います。最後に、軽度外傷性脳損傷の区民への周知について伺います。鞭打ちやスポーツ外傷などで頭部が突然大きく揺れることにより、脳内の神経繊維が傷つき、記憶障害や転換などを発症すると考えられる軽度外傷性脳損傷ですが、MRI や CT などの画像検査に移らないことから、適切な診断、治療を得られず、WHO では静かなる流行病として対策を呼びかけています。国内でも10万人に150人から300人が発症していると言われ、高知の機能障害情報支援センターでは、診断基準の中にはないが、症状から高知の機能障害として診断することがあると、ホームページ上でも紹介しております。高知の機能障害の支援を進める本区において、まずは軽度外傷性脳損傷の存在を広く区民に周知できるよう工夫し、罹患者の方が適切な診断、治療につながるよう支援すべきと考えます。区の見解を伺います。以上で壇上からの質問を終わります。地域福祉部長。はい、私から生活保護受給者への就労支援プログラムについて3点順次お答えをしてまいります。まず専門職のさらなる拡充についてです。
生活保護者の就労阻害要因として代表的なものとしては心身に関わる疾病障害を持っている、育児等に従事しなくてはならない、その他の要因というのがございます。実際にはこれらの要因が複合的に重なり合って就労を難しくしているケースが多く、その見極めには個々の実情に応じたきめ細やかな対応が必要であると考えております。現在生活保護受給者の就労支援については担当ケースワーカーのほか就労支援専門員が行っておりますが、精神的な問題や社会経験不足の問題については専門職によるカウンセリングが有効かと思われます。こうしたことから区では現在各地域に精神保健福祉士を複数配置し、ケースワーカーや就労支援専門員と複合的な支援に取り組んでおり、窓口相談のみならず必要に応じて自宅を訪問し、自立支援を目的とした日常生活上の助言や服薬の確認等を行っております。また福祉部門のみならず図書館ではお仕事相談コーナーでの求職者の悩みの相談、世田谷若者サポートステーションでの職場見学、仕事体験等の事業に取り組んでいるところです。今後こうした様々な区の取り組みをより一層連携する体制を整えるとともに、就労支援専門員に対するスキルアップ等も行ってまいります。次に福祉と産業が機能的に連携する仕組みについてです。区では平成15年度から就労能力のある生活保護受給者に対する就労支援策として各総合支所に就労支援専門員を配置し、早期に社会的経済的自立に結びつける取り組みを行っております。また産業政策におきましては若者就労支援センターにおいて、さまざまな理由により就労意欲のない状態から就労に向けて踏み出そうとしている方々に対し、個別相談を中心に各種セミナー体験プログラムから職場見学、仕事体験等に至る支援を実施しております。このような各総合支所生活支援課と産業政策部のそれぞれの取り組みを機能的に連携させることで、より効果的な支援を行うことができるよう検討してまいります。最後に三軒茶屋に設置される予定の過小就労支援センターとの連携を図り、区独自の就労支援体制を構築すべきに関してです。生活保護受給者の増加が社会問題として重要視される中、区ではハローワークと福祉部署が共同して就労支援にあたる福祉から就労支援事業と様々な取り組みを通じて生活保護受給者の自立支援を行っております。また産業政策では現状のお仕事相談コーナー、ヤングワーク、世田谷等の機能を拡充強化し、平成25年10月より三軒茶屋就労支援サービス拠点の開設を準備しております。生活保護受給者の支援にあたっては様々な支援メニューを組み合わせ、きめ細やかな対応を行うことが必要です。今後総合支所の役割や産業政策部との連携方法をより明確にすることで、三軒茶屋就労支援サービス拠点等関係所管等の連携を強化し、既存の制度や新たな事業を有効に活用した就労支援プログラムと体制づくりに取り組んでまいります。以上でございます。議長、施設衛生担当部長。渡辺施設衛生担当部長。私からは公共施設における温暖化対策のさらなる拡充について、エネルギーの無駄を見つけ、公共施設の設備のファシリティマネジメントにつなぐようにお答え申し上げます。区では平成20年に策定しました公共施設省エネ指針及びそれに基づき、平成23年に策定しました運用基準を踏まえ、施設の新築や改築及び改修時に環境に配慮した建物づくりを推進し、省エネと合わせて地球温暖化対策に率先して取り組んできております。取り組みの一つとしまして、総合運動場においては省エネに関する包括的なサービスを受け、省エネとコスト削減を図るエスコ事業を導入し、本年度民間の資金を活用して老朽化した設備機器を更新し、省エネルギーを約 30% 削減するとともに、来年度から年間の光熱水費を約4000万円削減してまいります。設備のファシリティマネジメントについてのご指摘がございましたが、平成25年度には庁舎をはじめ区民利用施設など数多くある公共施設に関する情報を一元管理し、施設を有効に活用するなど公共施設のマネジメント推進体制を強化するため、議員からお話がございましたように、施設衛生担当部に新たに副参事を設置する予定でございます。議員ご指摘の、公共施設の設備機器の運転状況を正確に把握し、最も効率的に運転することにより、省エネ推進と光熱水費削減を実現する設備のファシリティマネジメントは、
公共施設マネジメントの重要な要素と考えております。新たな組織体制の中で横浜市のご紹介がございましたけれども、先進自治体の取り組みも調査するなど研究してまいりたいと考えております。以上でございます。佐藤教育次長。はい、私からは人と動物の共生社会の構築に向けた取り組みについて2点お答えいたします。まず小学校の飼育動物の種類等のばらつきを是正し、命を育む教育の推進についてお答えいたします。動物に触れたり飼育したりすることは、子どもたちが生命の尊さを学び尊重する心を育んでいる上で大切な機会であると考えております。現在多くの小学校ではウサギやモルモット、ハムスターなどの小動物やカメ、チャボなどの生き物を学校や地域の実態に合わせて飼育しており、いくつかの小学校では積極的に小動物の飼育に取り組んでおります。動物の飼育につきましては、各学校が地域や児童の実態に応じて適切なものを取り上げることとしているところですが、今後も子どもたちが小動物の飼育等を通して命の大切さを学ぶことがより効果的に進められるよう各学校に働きかけてまいります。次に学校獣医制度の導入を視野にモデル校を選定し、その効果を検証すべきについてお答えいたします。学校における飼育動物の健康管理につきましては、東京都獣医師会世田谷支部のご協力をいただき、世田谷保健所におきまして動物愛護普及啓発事業として各学校の教職員を対象とした飼育指導と軽度の疾病の治療を行うとともに、教育委員会では飼育動物が重い疾病や怪我をした場合に治療や施術を行っていただいております。こうした中で今年度は獣医師の先生の指導のもと、東京都の動物触れ合い教室を東多摩川小学校で実施し、小学校 1,2 年生が直接動物と触れ合うことにより動物の生態や正しい飼い方などを学んでいるところでございます。学校獣医制度の導入を視野にモデル校を選定し、その効果を検証すべきとのご提案でございますが、今後各学校での取り組みや意見等も聞きながら、この度の都の動物触れ合い教室や他区での導入状況なども踏まえまして検討してまいります。以上です。藤野保健福祉部長。軽度外傷性脳損傷の周知についてご答弁申し上げます。交通事故やスポーツなどで起こる外傷性脳損傷は、脳の損傷により失語のほか記憶障害や注意障害など、高次脳機能障害を引き起こす場合がございます。一方、軽度外傷性脳損傷は外傷性脳損傷に似たような症状が現れますが、検査では異常が認められず、国内では診断基準がまだ確立されておりません。こうしたことから、ご本人は心因性の疾患と受け止める状況もあると伺っております。軽度外傷性脳損傷は外傷性脳損傷と同様の高次脳機能障害の症状を伴うことがございますことから、まずは高次脳機能障害の支援機関などに対し、その理解を深めていく必要があると考えております。現在区では高次脳機能障害についての理解促進、人材育成、関係機関連携などの取り組みを行っております。今後はその中で軽度外傷性脳損傷に関わる周知も行ってまいりたいと存じます。以上でございます。田本信子議員。はい、2点再質問させていただきます。1点目が生活保護の方々への就労支援に対する体制なんですけれども、先ほど第1問目の質問に対して、必要に応じて自宅訪問を今さまざましてますよということでおっしゃってましたけれども、実際のところ月に1回程度しか支援をしていないという実態が出ておりますので、スキルアップだけではなくてもうちょっと人数を拡充する必要があるのではないかと思いますが、再度お願いいたします。それと先ほどのファシリティマネージメントで最後の言葉に研究してまいりますという言葉がちょっと気になったんですが、これは期間はどの程度研究されるのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。議長、地域福祉部長。地域福祉部長。はい、私の方から就労支援プログラムの中で、精神保健福祉士の自宅訪問のお話がございました。今月に一度ということでございますけれども、現状の方をもう一度分析をしまして、就労専門員のスキルアップ等も含まして総合的に上げることができるかどうか、その点からまずは検討を始めたいと思っています。以上でございます。以上、施設衛生担当部長。はい、再質問にお答え申し上げます。
ファシリティマネジメントにつきましては、その必要性につきましては私どもも十分認識しているところでございます。先ほどもご答弁させていただきましたように、横浜市等の事例等を調査しながら、できるだけ早い段階でできるところからですね、調査をしながら、取り入れていけるように取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。以上で岡本信子議員の質問は終わりました。